断られちゃったらもうアウト。重視に失敗しちゃったらそんなあなたはもう終わり。重視に失敗しちゃったらそんなあなたはもう終わりですと、まあ、そんな話をしたいと思うんですけどね、まあ、これは何かっていうと、その創業融資ですね。創業融資で、まあ、断られちゃったらもうアウトなんですよ。開業っていうのは基本的には、まあ、自己資金たんまりある人ですよ。数億割ってそのうちね、あの数百万使ってやろうっていう人はいいけども、なかなかそんな人いないですから、大体はカツカツならいかにやろうって知恵を出していくんで、基本的にその創業融資を断られちゃったら基本的にもうアウトです。アウト、まあ、この理由をちょっとお話したいと思いますね。で、まあ、その理由としては、あの2つの理由があって、まあ、一つっていうのは、その、まあ、融資っていうのは、ね、あの一度申し込んでしまうと、その申し込んだ情報っていうのが、まあ、CIC っていうんですけども、その信用情報、全銀行のデータベースの信用情報が載っちゃうんですよね。例えば私が融資申し込みました。どっか、例えば公庫です。公庫に申し込みました。そうするとその申し込んだっていうのが、基本的にはそのデータベースに残るんですよ。で、残って、それで借りられれば借りられたっていう情報が残るんだけども、これでアウトだったと。アウトだったらアウトだったら情報も残るわけですよ。残る。それをじゃあ、公庫ダメだったと。で、じゃあ次ね、その、信用金庫行くと。信用金庫行って、ちょっと制度融資をお願いしますって言った時に、信用金庫何見るかっていうと、CIC 見るわけですね。そうすると、その時に以前公庫で失敗、断られた情報っていうのは彼らも見れるわけですよ。全員見れますからね。そうすると、はあ、なるほどと。公庫は断ったなと。だったら、うち貸したいと思わないですよね。何か断って理由があるわけですよ。公庫も。じゃあそれを探りますよね。探ってクリアになったらいいですよ。クリアになったらじゃあうちは貸しましょうになりますけど、大体公庫で失敗した人が、ね、信用金庫でなかなかクリアにならないですから、そうするとダメだと。じゃあ次の銀行ダメ、あいつがダメ。基本的に借りられるとないって感じですね。まあ、これは何かというと、基本的にはその準備不足ですよね。一個は、まあ、根本的にその昔借りたお金を返してないとかね、なんか根本的にもうそもそも借りることができないような人は別ですけども、他の人ってのは基本的には準備をすれば借りられるんですよ。でもそれが自分がなんとなくバーって準備しちゃって出しちゃった、そうして借りられないってことになるんで、まあ、それをちゃんと準備するっていうことがね、必要なんですね。その準備ができないというところで、ダメだった。で、一回そういうふうに一個の銀行で来られると、基本的には6ヶ月間ぐらいはもう借りられませんから、うん、そうするともう計画ガタガタですよね。もうこれでね、ちゃんともう物件融資申し込むときは物件決まってますから、でもこの物件流れちゃうわけですよ。でその時違約も発生するかもしれないですね。契約金流れちゃうかもしれない。まあ、なので基本的にその融資の準備が必要ということですね。で、あともう一個はその、飲食店をオープンした場合、っていうのはオープンした日からお金って借りられないんですよ。全然借りられない。これ何かっていうと、銀行っていうのはそのオープンしたら、今度はその創業融資の事業計画じゃなくて、飲食店のその事業内容を見るわけですね。今度はじゃあこの事業内容を見て、売上どうなの、利益どうなのとかね、あとそういったものの今後の計画どうなの、こっちを見ていくわけで、その時オープンした日っていうのは何の実績もないですから、見ない。で、1ヶ月後見るから、1ヶ月の実績もなんない。3ヶ月なんない。で、だんだん最低でも半年見ますよ。で、半年見てって、そこからじゃあそれをまとめて持ってきてくださいって言って、まあ、何ヶ月、8ヶ月後とかね、見てって、まあ、それでじゃあこの8ヶ月後、9ヶ月後に、じゃあ OK ですって言って、やっと融資が下りるかもしれないですね。これもわからないですね。でも、基本的にその半年間というのは融資が受けられないし、誰からもお金借りられないって前提を考えた方がいいんですよ。でも、オープンでわかる。一回開業したと分かんないですから、計画がこうっていう計画がね、なんかどっかでねってなっちゃうことも全然これ大いにありますから、こうなった時にじゃあ手元にお金がなかったらもう続けられないですよね。家賃払えないし、人件払えないし、なので基本的にはそのもうそのあたりはアウトで終わりですよ。じゃなくて、そのでアウトにならないで続けるためには手元に資金があれば、ちょっとね、こうなったところでも資金があれば少しずつなんかこういうふうな時間がね、そう、ね、時間稼げるじゃないですか。でこうなったらいいんですけども、まあ、基本的にそうお金がないとできないっていうことが一つなんですね。で、まあ、これで本当に、ね、利益思うようにいかなかった時にお金がなくなった時っていうのは、まあ、どうしてもアウトなんで、そのためにもこの創業融資、さっき創業融資のところでできる限りのお金を借りといて、でこれ借りといたらこれを使わないで持っといて、オープンして何があった時のためにずっと持っとく、持っとく。でそれで、ね、今金利なんて 2% とか 2% 以下ですから、まあ、この金利っていうのはもう一個経費でしかないですからね。でも一応まあそれで借りといて持ってて、2年3年経ってお店がうまくいったって時にこれを一括返済したらいいじゃないですか。それでも経費なんで、その金利なんて経費ですから返しちゃえばいいと、まあ、そうすればそのぐらいもう店ってもう安泰だし、うまくいって手元にお金がそんなになくてもいいってなったら返しちゃえばいい。ただ遡るとオープンしたらそのお金が借りられないならば、オープンする前に創業融資で借りましょうと、そこでできる限り借りましょう。ただこれも1回失敗したらもうまた借りられないから、
あのお店だってできないから、だったらここの準備をね一生懸命しっかりとその、まあ、できれば専門家プロって言いますから、その人たちにあのお願いして一緒になってしっかりとその、 あの融資を、ね、受けるっていうふうにやるのが、これがオープンする前のスタート準備点、準備点の今の時点で考える融資のやり方だなと思います、という話です。